いやさすが日本の技術は素晴らしい。在来線に加えて日本技術の高速鉄道がこの土地を豊かにできること、本当に嬉しく思いますよ。ありがとう、君たちに任せてよかった。少々根は張ったかね。その分安心安全を提供し続けますよ。夢か。別の世界線というものが存在するならこういう展開もあったはずだろう。だが実際には訪れなかった。いやー申し訳ないね。お疲れ様。残念だったね。まああとは私に任せてお疲れ様。そんな、じゃあ今までやってきたことは。ちょっと、インドネシアの役人は日本人の技術スタッフたちを裏切った。その結果インドネシアは莫大な金と日本からの信用を失い、大きな不安だけを残しているのだ。お願いします、もう一度チャンスを。無理です、もう二度と関わりません。ヒロヒロ探偵団。ということなのでよろしくお願いします。任せてください。難しいですが必ずやり遂げてみせますよ。俺はヒロシ、日本でもともと技術職をしていたこともあってか、この度インドネシア高速鉄道プロジェクトに携わることになった。このプロジェクトはもともとインドネシアの二大都市であるジャカルタとスラバヤとを高速鉄道で結ぶとする構想だったらしいが、実はこの2つの都市を結ぶには730km もの鉄道路線を建設する必要があった。日本でいうと東京から広島までの距離だね。これでは投資額があまりにも莫大すぎる。リスクも高いし困ったな。だったらプロジェクトを2期に分けましょう。1期でジャカルタとバンドンを結んで、2期でスラバヤまで延伸するんです。なるほど、それはいい、そうしようじゃないか。一見これはもっともなアイディアだと思うかもしれないけど、実はかなり困難だった。インドネシアからは電車への信頼が厚いため日本に声がかかったんだが、バンドンは標高 700m の高地にあるのでジャカルタから結ぶとなると、急勾配を車両が駆け上がる必要があるな。トンネルの建設も必須ですね。リクエスト通りにするとなると13箇所にトンネルを作り、路線全体の4割弱は高架に、1割は地下に路線を建設する必要があることが分かった。これはゼロが一つ多いのでは。いや、必要なものを作り揃えるために必要な金額です。調査の資料がこちらです、ご覧ください。なるほどな、これなら仕方ないか。俺たちはインドネシアに日本の技術をさらに取り入れるため必死だった。お互いが納得し、みんなで最高の高速鉄道を作り上げよう。俺を含む技術者たちは全員そういう気持ちだった。だが、なんでですか？いやー申し訳ない、今までの話はなかったことにしてくれ。どうしてここまでやってきたのに。インドネシアが裏切った。いやー申し訳ないね、お疲れ様。残念だったね。まああとは私に任せてお疲れ様。そんな、じゃあ今までやってきたことは。ちょっと、きっかけは大統領のある行動だった。そうだ、日中間の競争をうまく利用すればこっちに有利な条件を引き出せるかもしれない。大統領、日本と中国を戦わせる気だったのだ。本命は日本ではあるが、戦わせることでコストダウンを図れる、そう信じていた。だが中国の方が上手だった。あっちはこちらを手玉に取るようですね。じゃあ取られてやりましょう、私の利益のためにね。それからの中国は早かった。即座に調査に取り掛かり、わずか3ヶ月で報告書を仕上げたのだ。
プロジェクトの創業開始時期に関して日本は2023年と見ているのに対し、中国は2019年に創業できると豪語し、日本の61億ドルという見積もりに対し、中国は破格の55億ドルを提示。さらにはインドネシア政府からは一切の政府支出を求めず、政府保証も不要という、まるで夢のような好条件を突きつけた。もともとコストを気にしていた大統領、選んだのは当然中国だった。中国を選んだのならその様子を見守るしかない。だけどインドネシアの大統領はあれ知ってるのか？俺の頭にはある事件が浮かんでいた。それは2011年に中国で起きた温州市鉄道衝突脱線事故だ。この事故は追突した前4両が高架橋から転落する凄まじいもので、死者40人、負傷者200人の大惨事だった。これも高速鉄道なわけだが、大統領が決めたのだ。俺にできることはない。こうして日本を裏切ったインドネシアだが、今までにないほど落ちていくことになる。あまりにも問題点が多すぎるため、ここからはダイジェストでお送りすることにしよう。何をしているんだ。2019年までに終わらないぞ。え、土地収用は進んでいないし、運輸省からの建設許可が下りてない。空軍基地にかかっている土地も明け渡されてないしね。なんでやってくれないの。日本はそういうのも全部やってくれるぞ。我々を選んだのはあなたでしょう。ああ、土地収用が 100% 終了しなければ融資は開始しませんよ。その1、建設工事が始まらず出足が大きく遅れる。はあ、起工式から2年以上経ってしまったが、トンネルもでき始めているし、ここから巻き返してもらうこととしよう。ちょっと朝から晩までうるさくて仕方ないんだけど。俺なんて睡眠障害だと言われたぞ。どう責任を取ってくれるんだ。日本なら騒音に配慮してくれるのに。その2、騒音問題で地元住民を説得するため工事は一時中断。はあ？何を。それじゃあ日本の提示した見積もり額と同じじゃないか。あなたたちが悪いんでしょう。土地収用の遅れが原因です。こちらは根節丁寧にやってるじゃないですか。なんならやめてもいいんですよ。くそ。あ、ちなみに来年には80億ドルに到達しますので、よろしくお願いしますね。このクオリティで80億ドル。その3、見積もりはあくまで予定と豪語し、日本が提示した金額以上を要求。このままじゃ困る。いくらあっても足りない。これではどうしようもない。頼む、資機材だけは安くしてくれないか。これ以上はもう無理だ。何を言ってるんですか。これ契約書ね。ちゃんと見て。これは全ての資機材システムは中国のサプライヤーからいいねで購入すると書かれてますね。それを知った上で我々を選んだのでしょう。嘘だ。その4、資機材の金額も全て中国のいいねのため、中国の思い通りに。ダメだ、いろいろダメすぎる。地震や噴火が多いのにこんな細い線路じゃ。日本はもっとがっしりしていたのに、これじゃあ地震が起きた時脱線する。大丈夫大丈夫、脱線したらその時に考えればいいじゃないですか。まだまだ金を絞り取る気だ。その後、金額に対して細長い支柱の線路、そして初輸出の中国製高速鉄道によって不安が増す。このままじゃスラバエまで延伸するのにいくらかかるか。しかもすでにジャカルタとバンドンをつなぐ交通機関はある。これじゃ赤字だ。そうだ、日本にお願いしよう。日本なら力を貸してくれるはずだ。何を言ってるんですか。中国と日本とは技術も使っているものも違いますから、今の中国の使っているものから作り直さなければならなくなりますよ。それに万が一日本が関わってジャカルタとバンドンの間で事故が起きたとしても、中国は私たちに責任を押し付けてくるはずです。そんな。
こうしてインドネシアは日本からの信頼を失い、莫大なお金を失い、お先真っ暗になってしまった。おそらく2機は無理だろうなと思うよ。安心安全はそれなりの額で買わないと。じゃないと高い金を払って結局損をすることになるからね。それから余談だけど、インドネシアは日本の費用で行った現地調査の資料を中国に無断で渡していたことも明らかになっている。インドネシアとの信頼関係はきっともう元通りにならないだろうね。インドネシアに対してあなたはどう思う？よかったらコメントで教えてね。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ミロミロ探偵団。